私はあゆみ、40代後半の主婦だ。大学2年生と高校3年生の娘がいる。実家も義実家も田舎にあって、夫は次男坊。よその人たちから見れば、姑に苦労しないで、気楽で羨ましいわね。そう言われるが、苦笑いしか出ない。夫は悪い意味での亭主関白。金は俺が稼いでやっている。文句があるなら離婚だ。と威張り、家事を全くしない。子供が小さいうちは、娘たちが帰ってきた時に母親がいないのはかわいそうだろう。と、口やかましく言ってきたため、私は外に働きに出ることができなかった。専業主婦だし、家事は嫌いではない。でも、今日の夕飯手抜きだろ。主婦なんだからちゃんと作れよ。とは言っても、肉じゃがとほうれん草のおひたし、サバの唐揚げを作ったのに、それも遊んでほしくてまとわりつく下の娘を構いながら、上の娘の宿題を見てあげて、お風呂の準備をしながらだ。夫は帰ってきたらリビングのソファーに寝転がり、だらだらテレビを見るだけ。娘たちと遊んでくれることもない。2、3ヶ月に1回くらい気まぐれに公園に連れて行き、誕生日には、俺が働いているからプレゼントをもらえるんだぞ。お父さんに感謝をするんだぞ。と、恩着せがましくプレゼントを渡す。本人はそれで娘たちを可愛がっているというのだ。私は夫のことがだんだんと嫌いになっていった。夫も私のことを愛する妻でなく、家政婦か何かと勘違いしている。でも、離婚をするために先立つものがない。それに私さえ我慢すればうまくいくと思ってしまったのだ。若い頃はモラハラという言葉も一般的でなかったし、夫がことあるごとに、もし離婚したら苦労するぞ。お前みたいな家事しかしたことのない人間は、いくらでも替えがきく。俺は違うがな。俺がいないと仕事が回らないんだ。などと言ってくるので、私も自分がダメな人間だと思い込んでしまった。もし働こうと思っても、夫みたいな上司がいて、職場でも責められたら立ち直れる気がしない。お母さん、私お父さん嫌い。いっつも偉そうだし、でも何にもしないし。ねえ、離婚しないの？私は娘たちの前で夫の愚痴を言ったことはないし、夫も娘たちの前ではあまり言わないのだが、子供はよく見ている。特にうちは女の子だからかもしれないが、夫の悪意に敏感。機嫌が悪くて何か八つ当たりされそうな時、娘たちが夫の気をそらしてくれたり、私が何も言わなくても家事を進んで手伝ってくれたり、とてもいい娘たちだ。私は田舎の出身なので、若い頃は離婚する人が少なかったし、珍しかった。あそこのうち出戻りの娘がいるらしいよ、と噂になるような地域。義両親や夫が横暴なのも当たり前という価値観があったので、私はできるだけ我慢していたのだ。私のせいで娘たちに嫌な思いをさせたくないと思っていたのだが、決定的な出来事でもあれば離婚したいとずるずると悩んでいるうち、あっという間に10年ほど経った。私はもう夫に愛情はない。夫との関係は相変わらずだが、娘たちも手がかからなくなったので、私は再就職。派遣でしばらく働いた後、正社員として採用された。上の娘は大学2年生。下の娘も高校3年生になった。経済的にも安定してきたし、ようやく気持ちに余裕が出て、いつでも離婚できるようになったのだ。そんなある日、娘たちと買い物に出かけた時、夫が若い女性と腕を組んでイチャイチャしているのを目撃してしまった。それにしても、なんで娘たちや私がよく行く駅前のショッピングモールで浮気相手とデートするのか不思議でしょうがない。今日私たちが買い物に来ることは知っていると思っていた。夫は私だけじゃなく、娘たちの行動にも興味がないのか。鉢合わせする可能性を考えられないほど、危機管理能力が低いのか。本当にこれで普段、職場で仕事ができるのだろうか。娘たちも夫に気づいてしまったのだが、マジ無理、浮気とか、信じられない。あの女、私たちと年が変わらなそうじゃん。気持ち悪い。娘たちの拒否反応は相当なものだった。お母さん、見失っちゃう。後をつけよ。
娘たちはスマホで写真を撮ったり録画を始めたり。最低、絶対許さない。私よりも相当腹を立てている。そうね。私たちは人混みに紛れ尾行をしたのだが、ほどなく意外なところへ着いた。夫とその女の子はド派手なピンクのお店に入っていったのだ。明らかにいかがわしいこのお店。この店って、あれ？同伴だったのかな？でもここ、普通のキャバクラじゃないよね。そうね。キモい。キモすぎる。お母さん絶対に離婚して。今日家族会議だよ。もうあいつのことお父さんと呼びたくない。私もちょっと想定外かもしれないわ。娘たちも私も動揺したのだが、ある目的に特化したお店だった。その夜、家に帰って家族会議が開催された。あなた、浮気しているんでしょ？はあ？なんだよ、急に。昼間、あなたが若い女性と一緒にいるのを見ちゃったの。ああ、見たのかよ。別にちょっと可愛い女の子にちょっかい出しただけじゃねえか。遊びだよ、遊び。夫は私の前だとかなり横柄に振る舞う。今も椅子からふんぞり返っている。遊びって、あなたは結婚しているのに。それだけ俺は金を稼いでいるんだ。お前たちがそんなにごちゃごちゃ文句を言える立場か。俺が何しようと自由だろうが、お前たちは俺がいなきゃ生活できないんだから、黙って俺に従えよ。娘たちは黙って夫と私のやりとりを見守っている。私はため息をついて、娘のスマホから印刷した写真を見せた。あのね、その後お店に入るのも見ちゃったの。あ？あれはその、途端に慌てふためく姿が情けない。だったらバレるような行動をしなければいいのに。あなたがそういう趣味をお持ちだとは思わなかったわ。夫が入った店は、幼児プレイの専門店。普段威張り散らす夫が赤ちゃんのコスプレをして、赤ちゃん言葉で娘の年齢に近い店員に甘えている姿を想像すると、本当に気持ち悪すぎた。黙れ。俺は男なんだ。お前は俺に黙って従え。威張り散らしてももう怖くもなんともない。私が呆れ、冷めた目で見ると。なんだその目は。俺を誰だと思っているんだ。離婚するぞ。とわめいた。そうね、もういいわ。離婚しましょう。私が了承すると思っていなかったのか。なんだと？お前が家族を養えるのかよ。金は俺が稼いでやってるんだぞ。と決まり文句を口にした。私はもう正社員として働いているし、実は資格を取ったため、夫よりも収入が多い。でもそれを言うつもりはない。ねえ、じゃああなたは家事と育児全部やれるのかしら。はあ？無理に決まっているだろ。そうよね。できないわよね。できないことで相手を責めるのはマナー違反でしょう。あなたができないことを私がしているの。お互い感謝すべきで、それを攻撃材料に使うのは間違ってるわ。私が家事と育児とあなたの世話をしてこなければ、あなたは仕事に集中してこられなかった。でもね、あなたと違って私は一度も家事をしないことを責めたことがないの。これは私のプライド。二人目が生まれた後、夫が全然家事や育児に協力してくれないどころか、むしろ一番面倒をかけられた。お前はお金を稼げないだろ。お金は誰だって稼げるわよ。仕事さえすればね。でもね、人の信頼とか家族の絆はお金では買えないのよ。時間をかけて作っていかなきゃいけないものなのに、あなたはその努力すらしてこなかったの。夫はさすがに黙り込んだ。いつもは先に折れて喧嘩をやめる私が絶対に引かなかったから、どうしていいかわからないのかもしれない。夫婦喧嘩の尻拭いも私にさせてきたのだから当然だ。でももう終わり。そういうわけだから、お母さんたちは離婚するわね。と私が娘たちに声をかけると、おい、子供たちの親権は俺が持つからな。と夫が言い出した。あなたが？家事も子育てもしてこなかったあなたが？まさか、今度は娘たちに家事をさせる気なの？そりゃ娘だし、女だし、俺は男だ。こいつらだってそろそろ花嫁修行が必要だろう。
呆れた。私が家政婦役を降りたら次は娘たちなのね。お父さん、私お母さんについていくから。一緒に住むならお母さん一択でしょ。なんでお父さんを選ぶとか思っているわけ？私も。なんでお父さんと一緒に暮らさなきゃいけないの？何の罰ゲームよ。威張ってばっかりで何もしてくれないじゃん。お前ら、お母さんと出て行ったところで金が稼げないじゃないか。苦労するのが目に見えているぞ。学費だって払えないし、高卒だとろくな嫁入り先もないぞ。貧乏暮らしするだけだ。バッカじゃないの？女の将来誰かのお嫁さんになるしかないとでも言いたいの？夫は娘たちを説得するつもりなのだろうが、全くの逆効果だ。どうして夫は他人の神経を逆なでするのがこうもうまいのだろう。娘たちから完全拒否されているのに気づいてもいないどころか、その理由すら分かっていない。はあ、当然ですけど養育費はいただきますよ。慰謝料もね。あなたの浮気と長年のモラハラで離婚するんですから。それから私も働いているんです。なんで勝手に私たちが貧乏になるって決めつけるんです？家庭を壊すつもりか。後悔するぞ。家庭を壊す？それはあなたでしょう。私は十分すぎるほど我慢しました。それに後悔だってずっとしていますよ。もっと早くにあなたと別れればよかったってね。私は今まで離婚する日のためモラハラの証拠を集めてきた。日記に暴言の記録をつけたり、スマホで録音したり、 LINE のメッセージなどもすべて保存してある。準備は万端だ。こうして私と夫は離婚した。離婚するにあたって夫がごね始め、いろいろ揉めたりしたので弁護士に依頼。夫は権威ある人には下手に出るタイプなので、その後はすんなり言った。今まで暮らしていた家は売り払い、夫は一人でアパート暮らし、私と娘たちは三人で別のアパートで暮らし始めたのだが、養育費は家を売却したお金で一括でもらってあるため、もう夫と連絡を取る必要はない。どうしても連絡が必要な時は必ず弁護士を通すことにしたし、もし直接連絡をよこしたら浮気の証拠写真を義両親に見せると言っておいた。さすがに恥ずかしくて連絡はしてこられないだろう。そんな時、夫が捕まったという噂を聞いた。実は夫の浮気相手だが、夫が付きまとっているだけ。浮気相手は全くその気がなく、風俗嬢と客の関係だったそうだ。それなのに元夫は、もう俺たちには何の障害もない。結婚しよう。と店に通い詰めた挙句、彼女は俺の女だ。と接客の邪魔をしたり、仕事はもうしないで家で家事をしてくれ。と懇願したり、浮気相手のアパートを突き止めて家にまで押しかけたらしい。何度注意してもやめなかったため、営業妨害で店のガードマンにきついお仕置きをされ、悪質ストーカーということで逮捕されることになったそうだ。浮気相手の女性は今回の事件で水商売は懲りて田舎に戻って行方をくらましたらしい。前科をつけたくない元夫は示談金100万を支払ったそうだが、会社にも結局逮捕がバレ、通うことが困難になり自ら退社した。再就職をしようにも気力がなく、無職の日々が続いているようだ。ざまあみろだ。私はというと、下の娘も無事に大学に合格。娘たちはそれぞれ大学生活を楽しんでいる。私は新入社員の教育係を担当することになり、職場で順調にステップアップしている。給料も上がり、娘たちともお祝いをした。夫と別れた途端、すべてがうまくいき始め、私はようやく幸せをつかんだのだ。